それでは続きまして、日本共産党より、委員長の志位和夫衆議院議員にお越しいただいております。お願いいたします。座ってる方もうちょっと寄れませんか。座ってらっしゃる方もう少し寄っていただけませんか。皆様、歩道の確保だけご協力をお願いいたします。歩道の確保だけご協力お願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の志位和夫です。今日は衆議院参議院の多くの仲間と一緒に駆けつけました。共に頑張りましょう。まずストップインボイスの皆さんが52万を超えるオンラインの署名を集めた、急速に広がっている、これから敬意を申し上げたいと思います。ストップインボイスの皆さんの頑張りは世論を大きく動かしています。週刊ダイヤモンド、エコノミスト、2つの週刊経済誌が揃ってインボイス導入なら大混乱という大特集を出しています。その通りですよね。私は心からの連帯の挨拶を送りたいと思います。皆さん、私全国どこに行きましても免税事業者の方々から地獄の二者択一が迫られている、こういう訴えを聞きます。取引先からインボイスの登録をするのか、それとも消費税相当分の値引きをするか、どっちか選べ、こういう二者択一が迫られている。あなたは免税事業者だから消費税相当分をもう値引きしますよと告げられて、泣く泣くインボイスの登録をやった、こういうお話も聞きました。どっちを選べと言われても選びようがないので、もう廃業するしかないという辛い選択をした、このケースも広がってるじゃないですか。しかもこのインボイス導入で一番苦しむのは所得の少ない方々です。財務省の試算でも年間利益154万円の免税事業者が課税事業者になったら15万円もの増税ですよ。1ヶ月分以上の増税をこの物価高騰の下で迫るなんて血も涙もない政治ないじゃないですか。私は総理に訴えたい。今からでもインボイス中止の政治決断を行い、これを求めていこうじゃないですか。皆さん、それにしてもなぜこれだけの反対の声があるのに岸田総理はその声を聞こうとしないのか。その理由はズバリ消費税大増税のレールを引く、ここに狙いがあるからだと思います。実際この間財界から次々に増税の発言出てるじゃないですか。11日経団連は少子化対策の財源のためといって消費税増税も選択肢だという提言を出した。19日経団連の徳田会長は消費税増税から逃げちゃいけないと言った。とんでもない嘘じゃないですか。財界は法人税の増税から逃げに逃げておいて、国民に消費税の増税から逃げるなと説教垂れる、こんな姿勢は許すわけにはまいりません。消費税を 15%、20% に上げようとすれば何段階もの複数税率が必要になる。だから今のうちにインボイスを導入してレールを引いてしまうというのは魂胆ですよ。ですから皆さん、ストップインボイス、ストップ大増税、この声を上げようではありませんか。そして皆さん、今やるべきはインボイスじゃない、消費税の 5% への減税です。消費税を減税すれば複数税率もなくなります。インボイスも必要なくなる。これこそ力を合わせてやるべき道じゃないでしょうか。そのために皆さんと力を合わせて、日本共産党、野党の皆さんとも野党共闘しっかり組んで、
頑張り抜くことをお誓い申し上げまして、お訴えといたします。皆さん、共に頑張りましょう。ありがとうございました。